あなたの心にいるはずこんにちは、コンペのあと非公式 VTuber のいるはずです。とりあえず挨拶をしたんですけど、今日は何をするんですか。あと3月29日肉の日ということですか。いや、さすがじゃなくて、コンパイルハートのせいでなんか29日が記念日みたいになってるんですけど、この場を借りて言いますね。私は実はそんなに肉ばっかりを食べているわけではなく、むしろ健康とか美容とかそういうこと考えてね、野菜果物ちゃんと食べてるんですよ。こんな女の子にさ、肉だ肉だ、お前は肉が好きなのだみたいなさ、でも風評被害だと思うんですけど、それは好きですけど、最近ラジオとかゲーム配信とか頑張ってるし、肉の日だし、スタッフが私にもしかして、私高いお肉大好きです。野菜とかあの果物とか別にどうでもいいんで、今日は肉の話をしましょう。肉の話、あなたの心にいるハート。松阪牛、神戸牛、いいんですか、そんな食べ比べたことはないから、まあ、強いて言うなら松阪牛がいいです。一番有名だから。他のお肉に比べて溶けるのが早いような気がする。あと、なんかね、ちょっと甘いようなね、匂いがするなーって思うんですけど、ちなみに、参考画像として、生きてる牛さんを出すのはどうかと思います。食べ方は何が好きですか？どっちもという選択肢は？ない。じゃあ、強いて言うならですよ。強いて言うなら、ステーキがいいです。高い肉のステーキ食べたい、魚介の味を楽しむステーキがしたいです。はい、なんかあれですよ、A5 特選霜降り超高級肉じゃないと嫌だみたいなことは言わないので、肉を食べられるだけ食べれれば私はそれで満足です。お、次は鹿児島県の黒豚か沖縄県のアグー豚。ていうか、アグー豚の写真を初めて見たんですけど、こいつも黒いんですね。でも、どっちもという選択肢はない。はい。じゃあ、強いて言うなら、アグー豚がいいです。沖縄が好きだから。なんか、沖縄料理屋さんのさ、角煮みたいなやつをね、食べた記憶があるんですけども、美味しかったです。脂身がトロトロでした。あと、一緒についてた卵が美味しかったです。食べ方は何が好きですか？で、だから、さっきも言ったんですけど、生き物の写真の後に、調理後の写真を載せるのはちょっとどうかと思いますけど、でも、美味しそう。そうですね。とんかつ、まあ、なんだかっていうと、アグー豚ってね、なんか他の豚肉に比べてあれが低いんです。あれっちコレステロールっちが低いから、とんかつだとさ、ちょっと油吸ったりとかさ、衣ついたりとかし、カロリーが高くなりがちじゃないですか。でもその肉自体のコレステロール値が低かったら、いけないものを食べてるって気持ちがなく、美味しく食べれるのかなと思います。いやー、でもなんかもう、もうお腹空いてきたんで、豚肉はね、どんな食べ方しても美味しいので、なんでもいいです。
肉の味、どうしていつもこう究極の二択をしてくるんですか。ちなみに寿司の方はもちろん回らない寿司という認識でよろしいか。はい。あーでも本日3回目になるんですけど、あの強いて言うならね、強いて言うならうな重がいいですってだけんなもんなんか あといいこと教えてあげます。これからの人生に役立つライフハック、うな重は匂いだけでもうまいからお得お寿司はさ、お魚の匂いするけどさ、なんかそれでめっちゃ、あー米が進むとかではないじゃないですか。でもうな重はもうあの運ばれてきた段階でもう美味しいからちょっとお得ということで、うな重がいいです。なんで魚は抑えなんですかそんなもんはね、私に任せてくださいって。イルハートがめちゃくちゃ美味しそうに食べることによって、食レポ系インフルエンサーバーチャル YouTuber としてね、魚も肉の日に含むっていう風にね、世間の常識の方を私は変えてやりますよ。あなたの心にイルハート、いえいえいえ、いやー肉の話楽しいですね。ちなみにどれですか。私は全部でもいいんですけど、いやいや今日の肉ですよ、動画撮らないと。それじゃあ肉が食べれないじゃないですか。いやそうじゃないかなとも思ったんですけど、私は途中で肉をすごく楽しみにしてる感じを出しましたよね。肉を食べられるだけ食べれれば私はそれで満足です。もうあのもうお腹空いてきたんで、イルハートがめちゃくちゃ美味しそうに食べることによって騙したんですか。本当にそうなんですか。そんなもんはお前らが食え、私には高い肉を食わせろいいですか。世の中には、ね、人としてやっていいことと悪いことがあって、肉を食わせると言ったのに今日の場合は匂わせをしておいて、やっぱり肉を食べさせないなんていうのはやってはいけないことなんですよ。だけが残ってしまうんです。パンドラの箱もびっくり。今起きていることが分かりましたか。分かったならね、世界平和のためにしなければいけないことはただ一つ、肉を持ってこい。知ってらんねえよ。聞きたいですか。チャーシュートッピング、私もね、あの鬼じゃないんで、ま、ちょっとからかわれたぐらいで怒ったりしませんって。ちなみに嘘だったら暴れますよ。ああ、そうそうそう、動画の締めですね。はいはい、みんなも美味しいお肉を食べて、世の中から憎しみをなくしましょう。今度、証拠のラーメン画像をね、X に投稿するので、この動画の投稿が終わった後ぐらいかな。はい、ということで、次の動画でお会いしましょう。また